はい、山寺です。今からね、もみぽんさんに行きますよ。うん、ここはねポン酢のね、発売元っていうんですかね、ここで買うたらね、送料なしで手に入ります。今からねもみぽん行きますよ。はい、もみぽんさんに入ります。ここはね靴脱いで入らないといけないんですね。靴脱いで入りましょう。もみぽんさんに来てます。ですね、おきゅうちゃんです。この子がおきゅうちゃん。おきゅうちゃんです。マートン、こんな感じですね、雰囲気。おきゅうちゃん、僕はね、これね、レモンサワーです。レモンサワー。はい、乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。うまいっすわ。ここのレモンサワー、ほんまうまいんすよ。なんていうかな、あのね、甘くなくてめちゃくちゃ美味しいんですよ。ほんまに美味しいわ。うん。ちなみにね、ここはね、もみぽんの販売所なんで、ね、どう言ったらいいんですかね。あの、酒場ではないっていうことだけでちょっとお伝えしておきますね。もみぽんの販売、直売所っていうことなんで、で、まあ、もみぽんも売ってます。ですね、今日はもみぽん、ね、販売してますね。一時ね、人気でね、ずっと売り切れって時があったんですけどね、今日は売ってますね。もみぽんももみけちゃんも売ってます。なんかね、店内ね、なんかもうここのんびりしますよ。このね、風の音とかね、いろいろこう感じる、五感で感じるような、なんかこう、酒場じゃないんですけどね。いや、そんな感じですよ。これですね、本日のおまかせ盛り3品で500円ですね。まずこれがポテトサラダ、これがもみぽんを使ったもずく、これがもみぽんの店主風の肉じゃがらしいです。どれも美味しそうです。今日は、はい、もみチャップ使ってます。あ、もみチャップ使ってるんですって。もみぽんで売ってるね、ケチャップですわ。まずは冷めても美味しい。これ肉じゃがをいただきますね。これね、もみケチャを使ってるらしいです。いただきます。いただきます。うん、美味しい。うん、使ったもずくですね。美味しい味です。いただきますね。なかなか切れないですね。よいしょ。いただきます。あ、めっちゃうまいわ、やっぱり。うん、この有効果汁をね、ほぼほぼ使ったポン酢、最高ですね。うん、最高やわ。カルパッチョですね。ハマチのカルパッチョ。下回ってへんな、ほんまに。酔っ払ってますね。でこれね、この辺の地域の農家さんから分けてもらった玉ねぎかな、新玉ねぎをなんかもみぽんのドレッシングにしたみたいなことを言ってありましたね。これ絶対美味しいやつですよ。ちょっといただいてみますよ。いただきます。あ、これめっちゃうまい。なにこれ。あのね、油が乗ってるしね、このね、ドレッシング最高やわ、ほんまに。うん、うん、あんまり来ないみたいです、ここの猫ちゃんが。
ちで背中向けて寝てる子はなんだっけ。マートン。まあ、マートン。マートン。どうしよう。キューちゃん。かわいいね。のんびりできるね。ポテトフライが来ました。これね、あのね、なんで頼むかというと、僕はね、唯一マヨネーズが苦手なんですけど、ここのね、もみマヨネーズは食べれるんですよ。で、あともみケチャ、両方とも美味しいんですよね。これもう最高にうまいんですよ。もみマヨをたっぷりつけて食べますよ。いただきます。やっぱりね、ここのマヨネーズはほんまに僕食べれるんですよ。めっちゃうまい。なんていうのこれ、ピリッと辛いんですけども、なんていうかな、マヨネーズ独特のなんか変な感じじゃないんですよ。変な感じでおかしいけどね。うん、うまい。これ結構綺麗。4杯目はね、平女。これがね、ピンク色でね、めっちゃ綺麗ですけど、騙されますよ、これ。これね、梅酢が入ってるんですよ。梅酢で、シソのちょっとね、ピンク色が入ってるんですけども。山寺さんが女に騙される。いや、ほんま、それはないかもしれんけど、いや、騙されるか。あのね、これはね、ほんまにうまいですよ。なんていうのかな。うん、あのね、見た目ピンクで可愛らしいんですけど、飲むとおっさんですわ。でも美味しいですよ。いただきますね。いただきます。平常。うまっ。これね、梅酢のね、なんか酸味を感じながら、結構スーッと入っていくような焼酎ですわ。二階堂ね、焼酎の二階堂の中にちょっと梅酢が入ってるみたいな感じのお酒です。うん、これうまい。これうまいよ、ほんまに。じゃこないといけない。いただきます。これめっちゃうまい。もみ込んだやつです。いただきます。うまっ。これ豆腐の梅や。豆腐が美味しいやろ、これ。豆腐の梅や。美味しいんですよ。うん、美味しいですね、やっぱりね。またこの平常に合うわ、なんか。うん。間違いない。